よろしくお願いします。はい、ということでバイオハザード HD リマスター実況プレイ続きをやっていきたいと思います。さあ、いよいよここまで来ました。もう多分今回の回で多分ジル編は終わるんじゃないかなと個人的に思ってるんだけど、どうなるんだろう。さあ、やっていきましょう。いろいろ今思い出しながらやってるんだけど、あ、そうだ、ここタンクがあるから、あれがいるんですよ、ゾンビがここもいっぱいいるんですよね。なので燃やしながら行こうかな。燃やすライター、よし、行こう。ここにもガソリンがあるから絶対燃やすところが出てくると思うんだけど、よっしゃ、クリティカルヒットってやつね。離れろ。うわ、よしよし。あ、MO ディスク必要です。ここは電子力がかかっている。じゃあ下に降りていきますか。さあ、ここ研究所なんですよね。なので、もうアンブレラのいろんな闇の部分が、よし、ここにもゾンビがいた。ボーン、はあ、とにかく倒していく。ガソリンが切れてたからガソリンを取りに行こう。もうね、クリムゾンヘッドになってもらっちゃまずめんどくさいんで、できる時にみんな燃やしておこう。よし、下に降りて、今さっき殺したゾンビを、倒したゾンビを燃やすと。ジャバッとな。ジャガーナイフありがたい。他にはハンドガンの弾、鍵がかかっている。ここはなんだっけな、もう全然覚えてない。この辺り、ここはマグナムの弾ありがたいな。ここでなんかをするんじゃなかった。そうそうそう、パスワードを入力するんだ、ここで。覚えてる。ジョホンで覚えてるんだけど、ジョホン、うん、で間違えた。ジョンホン、エンターで、パスワードはエイだ。これでどうだ。当たってた、覚えてたよ。でまず、あー、パスワードか。ここも覚えてない、エイだ。エイダ？違うか。
あの街。よし。地下3階はとにかくできたけど、あれ、ここパスワード何だったかな。パスワードが思い出せない。パスワードは、CELL かな。合ってた合ってたよ思い出した。そう、なんか私これでなんだっけ、 CELL って言ってからセールって覚えてたセール、ドラゴンボールのセール。あのでもね、 CELL ってセールとは呼ばないと思うけど、セールって私は呼んで覚えてたと思う。セールで、ここにバッテリーパックがあって、これ、ね、ああ、これもある。これ全部人の死体で、うわ気持ち悪い、趣味悪い。でここか、もう一回戻って、アイテム整理をちょっとしておかないとまずいな。ちょっとアイテム整理してくるわ。アイテム、アイテム整理整理。で、あそこの今さっき電子ロックかかってるって言ってたところが、ロック解除ができたから、そこにも行かないといけないね。まずマグナムの弾を直して、で MO ディスクもまだ直して、あ、どうだろう、 MO ディスクって使うのかな。こいつは直してていいと思うんだよな。直して、逆にショットガンの弾を持っていこう。電子ロックで開けたから、なんかある。OMO ディスク、これで3枚揃った。これまだ取らんでいっか。あ、ショットガンの弾、ありがたい。でアンブレラ、生物兵器、生物兵器広報用資料、 MA39 ケルベロス犬、 F103 ネプチューン、 MA121 のハンター、 T002 タイラント、生物兵器研究機関開発スタッフ。なんか誰かいるぞ誰かいるぞ、誰だ8341770623。 あ、これなんか重要そう。ちょっとシャメ取っとこう。シャメ、はい、ポーズ OK ので、なんかで、あ、ここか、パスワード入力。ここに今さっきの何かしらを入れるんだよね。ちょっとわかんないや。パスワードがわかんない。覚えてない。ここのパスワード覚えてないな。ちょっと別の部屋に行こう。確か下の地下の部屋も排除したから、地下の部屋も行ってみないと。MO ディスクを持ち歩かないといけないんだっけ。そ
ろそろ MO ディスクをね、持ち歩かないといけないと思うんだよね。今、だから1枚あるから、あと2枚。確か全部で3枚で、3枚機械を別々のところにある機械に通さなきゃいけなかったと思うんだよね。あったあった、MO ディスクと、これね。で、こっちの部屋が確か解除になったから、ここの部屋だったと思う。すごい音した、すごい音して開いたよ。何の音これ。うわー、びっくりした、びっくりした、めっちゃびっくりした。あんなとこにゾンビさんがいた。よし、ファックス受信先、衛生管理部門、総合本部長、発信元、ラクーン特権部災害対策委員会。この目の観覧者以外の関係者以外のものが観覧する禁ずる。また本書類の内容が了解された次第破棄されなければならない。今回 TFS の流出の件について、被害の、これなんていうんだ、誤算の当初のわかんない、なんとかさんは当初の報告を はるかに上回るものであると推定される。まず第一の問題は、研究員の半数以上が T ウイルスに感染し死亡しまったことであり、また生存者のほとんどには全て T ウイルスの感染者特有の症状が現れているということである。第二の問題となるのは、特務警備隊もほぼ全滅の状態であり、我が社の最高機密に属する研究事項が無防備のまま外部にさらされてしまうという事実である。特にこの一点は一刻の猶予もなく対策を講じられたい。そして第3の問題として、実験体の多くのその制御を失って暴走している状況である。実験体に殺害されたと思われる研究は決して少なくはない。その死体は惨殺されたというふさわしいものであり、いつくし我々の研究の成果を裏付けるものであるが、このままでは報道機関に優越すべき材料を提供してしまう可能性が高い。望むべきは根本的に速急な解決策であると我々は考える。特にラクーンにおける州警察やスターズの介入は そうなものだと思われる。この方面において何かしらの手を打つべきであろう。このラクーン、この研究所でこの T ウイルスが流出したことを急いで対策をしなさいっていうことよね。あ、これだ、 MO ディスク、これだよ。これね、この HD リマスターの元々のゲームハードはゲームキューブなんですよ。なのでこの受信機がゲームキューブのような形してるんですよね。そう、プレイステーション3で元々この HD リマスター発売されたので、さすがにゲームキューブのままだとまずいということで、なんかゲームキューブっぽい形になってるんですよね、これ。よし、でこれスライドフィルター、あ、ここにもなんかある。ほら、ピッ。
スライドフィルターって何かあそこのスライドするとこあったじゃん。あそこで何かするんじゃない？フィルターをかけるんだよね。この部屋でここをこれにこれを使うと。あ、ほら変わった。8462、8462で、これがこの番号なんじゃない？8462。ビンゴビンゴで、空いた部屋に入って何かあんの？ここ。あ、研究室の鍵で、映像編集機器のようだ。ケネスのフィルが見れそうだ。再生しま、あ、最初に出てたフィル。なんだ、あっち行け、寄せ、あっち行け、寄せ、あっむごいね、ケネスさん。ケネスさんが死んじゃう瞬間でした。あ、振り向きゾンビのやつね。一番最初のに殺されたケネスさんの映像でしたね。で、アイテムをもう一回この部屋で、なんかね、銃を構えない方が早く走れるんだって。なんか敵にあったら銃を構えた方、銃をセットしてやった方がスムーズにいくんだって。なんかネットの記事に書いてあった。研究所の鍵はどこで使うんだ？ここ？あ、ここ休憩室があるから、ここでもアイテム整理ができるんじゃなかったっけ？あー、やっぱり。他にここ部屋アイテム、お、なんかいっぱいあるぞ。よし、あとはこれ、多分これインクリプンだからいいとして、ついて開かない。ここにあった部屋は何？あ、なさ、はい。あ、ここキメラ出るとこじゃないっけ。ほらほらほら、落とす。死んでった。こうこうみたいな音して死んでったよ。ああ、もう一匹。ふう、構えてて正解だったね。
で、ここまで来たけど、よいしょ。あ、ここにもある。これはこれを使って。よし、あと一箇所やね。あと一箇所、MO ディスクを読み取る機械を探さなきゃね。ってことはこっちか。ショットガンじゃな、一発で死なないんだよな、キメラ。なので一発で死なないから、多分これいっぱい持ってるんですよ私。これは一旦、グレネのネイチャーでこちらで倒せるんじゃないかな、一発でと思ってるんだけど。気持ち悪いな、もう。一発倒せた。おい。あ、ここにあった。こんなとこにあるの？よし、これで解除完了。あ、もう一匹来た。もう一匹来たけど無視しちゃった。びっくりした、めっちゃびっくりした。燃料が必要。危ない。逃げる、逃げるに。燃料が必要。もう上からダストから来るんだもん。ちょっとダストから来ないでほしいな。燃料持ち運び注意、軽い衝撃で爆発。これ歩かないやつと、歩かないといけないやつだよね。燃料入れたら歩かないと、なんていうのかな、バーンって爆発しちゃうやつ。確か燃料入れるところは、あった、その前にクリスに会いに行こうか。クリスに会えるよ。私の大好きなクリスさんに会える。バイオハザードと言ったらやっぱクリスでしょうと私は思っていて、クリスさんに会いに行こう。これを全部落としたらクリスさんに会える。
バイオハザードビレッジじゃね、めっちゃくちゃイケメンの、ね、おっさんになってるんですよ、クリス。まあこの時からもかっこいい人だったけど。ほら、いた。ジル。クリス、生きてたのね。こんなとこで死ねないさ。ジル、とんでもないことになってる。どうやらスターズは用済みらしい。とにかくここ開けないと。ダメ、開かない。待ってて、すぐ助けに戻るから。頼むぞ、寄り道はするなよ。ごめん、今までめっちゃ寄り道してきてた。なんでクリスはここにいるので。最後クリスを助けてから行かないと。燃料詰めに行きましょうかね。これにセットして、ニトロ化合物の燃料が入っている。走るだけでも爆発するようだ。だから走っちゃダメなのよ。なんか何分までなら走って大丈夫なんだけど、その何分以上走ったらバーンって爆発するらしいんだよね。なんかその何歩っていうのが私知らないから、なんか何分までなら大丈夫っていうのは聞いたことがあってあるんだけど、だからそれが怖いからちょっと走らないようにしていこう。なんかやっぱ歩いた方がバイオハザード感は出るよね、ホラー感はね。本来はこんな感じなんだよ。主人公たちがダダ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 あちこち走り回るようなねえやってたらね、本当にねえ何か気悪くないと思う。多分みんなあんなこんな感じでゆっくり歩いて、何か緊急事態でもない限りこうやってゆっくり歩いて、こうやって安全確認しながら行くのが多分普通なんだよ。ちょっとね、バイオハザードの主人公たちはもう人間を超えてるんで、超人の人たちばっかりなんだから。ちょっとここでキミラちゃんが出てきてもらっちゃ困るな。出てこないでよ。で、ここに刺せばいいんだよね。セット、よし。セット完了。セットしたら、今さっき駆動装置みたいなところに、よいしょ。うわ、くそ。この音でびっくりしちゃった。で、ごめんね、背中を打ちみたいになっちゃった。これでいいのかな。これで先が進めるってことよね。さあ、ここからですよ。ここからですよ。あの超全裸の裸の、ちょっと人型の全裸のやつらさんとちょっとしない戦わなきゃいけないから、から武器を変えます。あーでもなー、
調べ。これは何が入ってるんだ？何？救急箱。あ、ハーブが入ってる。なので、ハーブと緊急用スプレーと、これでいこう。さあ、そろそろ終わりが見えてきましたね。スイッチを入れて、そしたらある人が来るんじゃないかな。来た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 。ジル。バリ。お前も人があり、待っててくれよ。行きましょう。あんたみたいな人を待ってたら多分ジルさん大変なことになるよ。ショットガンの弾がこんなとこ2つもある。さあ黒幕の登場です。ウェスカー、よくやったバリー。やはりあなたね。まあバリーを責めないでやってくれ。私に従わないと妻と二人の可愛い娘の命が危うくなるそうだ。最低。よくも人事みたいに言えるわね。まず最低。まあ何も気にすることはない。じき全てから解放される。どうしてスターズはこんな目に。信じなくてもいいがアンブレラの意向だ。まるでアンブレラの奴隷ね。君は頭がいい。だが何か勘違いしてる。今までの化け物などクズだ。この研究所ごと焼き払ってくれる。バリー、お前は地上で待機してる。バリー、バリー。あいつも面白い男だ。アンブレラごときに怯えると。アンブレラの命令で人質を取っておきながら。最低ね。痛い。アンブレラ、確かにその名前を使ってバリーを脅したが、これはアンブレラとは無関係だ。君たちはアンブレラが黒幕だと思っているようだが、あくまでも私自身のためにやっていることなのだ。自分のため？この上まだ何か。君にいいものを見せてやろう。出たよ出たよ。出たよタイラントさん。実に美しい。美しくねえよ。あなたはこんなもののために。こんなものよね。まさに名残惜しいが潮時だ。うわ、バリー。すまない、許してくれ。あなたのせいじゃないわ。悪いのはアンブレラとウェスカーよ。家族のためとはいえ仲間を裏切るような真似はもうしたくねえ。やめろ。ジル、バリ、二人揃って地獄へ行け。お前も地獄に行け。やれるもんならやってみろ。何？早すぎたか。痛そう。バリ、そんな、バリ容赦しないわよ、この化け物。そうよ、あ、
銃構えてなかった。何もセットしてなかった。ちょっと待って。とにかくこれでよかったのかしら。哀れな死に様だ。哀れな死に様だ。何か持っている。観察記録書。ジーンの発見に至るにはシソウイルスの投与が実に計21年もの熟成期間が必要であるようだ。フランスの研究所から取り寄せて投与した寄生生物のプロトタイプを、あれか、後に分かります。あの実験体が取り込んでしまったものを今思えば容易に納得がいく。実験体の体内で長き眠りをなんとか、わかんない。21年という年月を経て、あれを突然変異的に変化したものだ。まさに進化という言葉が、ふさわしい。これから観察データは私にさらなる素晴らしいヒントをくれた。これから推し進めてさらに改良を加え変異を加えることで T を超える G を作り出す糸口を導き出された。これは後の BOW の歴史を塗り替える画期的なものであるはずだ。あの著しいアレクシア城もあの世で悔しがっているに違いない。アレクシアっていうのはね、後々出てくるね、バイオハザードコードベロニカっていうに出てくる黒幕がこのアレクシアって人です。で、数年後にはその研究成果を発表できるだろう、ウィリアム・バーキン。おお、バーキンだったんだ、これ。バリー!あ、よかった。ジル、面目ない。俺としたことが。ウェスカーは消えたわ。消えたんかい。とにかく早くここを出よう。で、確かロックがかかってるから、こっちで一旦ロックを解除しなきゃいけないんだよね。よし。で、研究所を出ると。メスカーの仕業か。急ごう。出たよ。バイオハザードって言ったら最後爆発なんですよ。もうバーンって爆発するのがね、バイオハザードって言ったらバーンだよね。クリスを助けよう。クリスのとこに急ごう。お待たせしました。ジル、待たせてごめん。で、蹴りはついたのか。
まあほとんどね。とにかくここを出ましょう。よし、これでクリスも助けれる。クリス行くよ。さあ行こう。もうバイオに出てくる男はみんななんで女の人を置いていくの？ちょっと置いていっちゃダメよ、ジルさんを。ちょっとちょっと。ちょっと待ってよ、まずアイテムで。多分マグナムが向けてでも大丈夫だと思うんだけどため、セーブしとこう。よし、セーブ完了。だからこれをまず戻して、脱出しなきゃ。さあ、早く、処分。ジル守るナイト2人ジル守るナイト2人。私たちを。ね。フューズを取り付け。爆破3分前です。チクショー、あと一歩なのに。ジル、ブラッドとラットが連絡を取れ。待って。ここは任せろ。ジル、レディーファーストだ。クリス、最後ぐらい俺にやらせてくれ。分かった、ヘリポートで落ち合いましょう。レディーファーストだって。お前こういう時だけレディーファースト使うんじゃねえよこの野郎。もう散々ジルを先に行かせて危ない目に合わせておきながら。さあ3分後に爆発です。さあ皆さんラーメン作りましょう。ラーメン、カップラーメンができますよ。何のラーメンにする？私はね、なんだろうな、ね、カップヌードルのね、カレーにするかな。カップヌードルのカレー大好きなんです、私。戻ってきた。ジル、大丈夫だった？お、最後の最後にこいつが来たか。あー、クリスが。バリーバリーがピンチ。吹き飛ばされた。あー、ちょっとこっち来ないで。一発落ちる。そいつをぶちかましてやれ。危ない。やばい。バリー、ちょっとおとりに当たってくれ。
てロケットランチャーを構える。行け。はい、バイオハザードといったら最後ロケットランチャーです。で、カプコン製のヘリはよく落ちると言いますが、このヘリはね、なんとなく落ちません。よかったですね。男性のヘリはよく落ちるんですけど、このヘリは落ちなくて本当に良かった。最後にバカ。お前たちどんだけジルを働かせたのか分かってるだろうが。だからジル疲れてんだよ。もう男がちゃんとしないから。はい、バイオハザードジル編クリアしました。あー、よかった、無事クリアできて。ということでね、バイオハザードジル編全クリということで、まあ私はなんか、なんていうのか、やり込みというよりかはストーリーをやっていくゲームスタイルでやっているので、まあやり込みはね、基本はあんまりしないと思います。なので私一応バイオハザードのこちらのやり込みは昔だけやったことあるんですけど、結局あんまりできないず終わった覚えがあるんですけど、なのでこのゲーム実況では多分やらないと思います。次はクリス編をやっていこうかなと思ってます。そう、結局私バイオハザード何回死んだんでしょうね。私何回死んだ？ジル、よくやった。インクリブン使ったのが13回、回復アイテムが12回、弾薬使用回数が252回、クリーチャー撃破数が82。ほうほうほう。あ、10時間59分20秒もかかってる。いけないね。はい。はい、ということで、はい、バイオハザード HD リマスタージル編、完全にクリアでございます。なので、次回からはクリス編が、に行こうと思います。クリス編に行こうと思いますので、ね、バイオハザードこれからも実況続けますので、続いてはクリス編に行きます。いやー、まあ、クリス編の方がねジルよりも難しいんで、どうなるかちょっとわかんないですけど、まあドキドキしながらやっていこうかなと思います。ということで、次回もプレイザーゲームパフューム PTM でした。また会いましょう。